はい、いつもございます。タカです。今回ね、サムネイルにある通り、こちら、はい、SLX PFS XG レフトハンドルを、買ってまいりました。ついにって感じですね。もうね、出てからね、半年以上経ってる、モデルなんですけど、まあ、今年のね、一応2021年の、シマノから出たベイトフィネスの、コスパいいというか、1万円台で買える、ベイトフィネスリールという形ですね。メインでね、僕使ってるこれがあるんですけど、12アルデバランね。はい、2012年ですから。そのモデルから言えば、何年、10年ぐらい近くか、10年近く後のモデルになるんですよね。まあ、もちろんね、これはね、ハイエンドモデルというか、当時4万、5万ぐらいするやつなんですけど、それを中古で途中で買って、もう長きにわたって使ってきたと。で、これ非常にね、僕的には満足してて、使い切ってたけど、最近ちょっと調子悪くなったなと思ってね、いつだったかな、1ヶ月前ぐらいかに出したベイトフィネスのなんか必要性みたいなね、動画を出した時に、もう多数のコメントをね、いただいて、いろんな人にこう、ベイトフィネスに関してのセッティングだったりとかを教えていただいたので、めちゃめちゃ僕もね、あの知識が深まったというか、いろんな方法あるんだなと思ってね、非常にありがとうございました。で、その中で本当はね、スティーズ CT にしようと思ってたんですよ。で、スティーズ CT にしようと思ってたら、まさかの、ゾディアスが壊れるという事態があって、このブレイゾンを買ったんですよね。ということで予算がもうなくなっちゃってというか、その中でどうしよっかなってなるんで、まあこの12あるでもまだ使えるし、正直まあいい、まあ当分はいいかなと思ってたんですよ。で、その時にたまたまこの SLX BFS が安く手に入るね、ちょっと状況になったので、もう手を出しちゃいました。はい。という感じでね、まあ今年もね、あの新しいアルデバランが出るかもしれないとか、いろいろ出てるんですけど、まあとりあえずね、これは気になってたので、ちょっと買ってみましたと。はい。今回これのインプレをしていこうかなと思います。でね、レフトハンドルなんですよ。僕、ベイトのレフトハンドルって実は使ったことなくて、はい。左巻きね、こんな感じ。いや、色がいいですよね。まあ SLX ってこう青い差し色があったりとかするけど、このボディがね、ガンメタっていうのがかっこいい。その見た目っていう部分もすごい良かったなと。で、あとはね、パーミングというか、このボディっすよね。スコーピオンかな。16スコーピオンの方かな。が多分使われてると思うんですけど、まあ、その形もすごいかっこいいなと思ってて、入手しました。で、あとはね、まあ、その細かい部分はやりながらっていうところなんですけど、実際ちょっと使って、この僕のね、要するに10年前のハイエンド機種と、この最新のコスパ機種がどの程度のこの違いがあるのかってところをね、ちょっと比較してきたらなと。まあ体感的な部分が多分多いとは思うんですけども、その辺がね、もし買われる方は、もちろんね、19アルデバランの方がいいと思うんですよ、絶対。で、まあ中古とかでも出てるし、まあ比較的まあ2万ちょいぐらいで買えたりはするんですけれども、その最新機種を買うんじゃなくて、じゃあこのコスパのいいやつと、こっちのね、10年前のハイエンド機種でも1万円ぐらいで買えるようなモデルなので、その辺のね、ちょっと感覚とか比較ができたらなと思っております。はい。はい。ではちょっとやっていこうと思うんですけど、ライン巻かないといけないんでね。まあいろいろね、PE 下巻き巻いてもいいかなと思ったけど、まあ10ポンドね、あの僕の12アルデバランセッティングが10ポンドの直巻きなので、を巻いて、まあ適当にざっくり巻いてる感じなんで、その一緒のセッティングでいこうかなと思います。バス X ね、10ポンドを使っておりますと。一応ね、ボールベアリングがね、少ないんですよ。こっちのね、12R ってフルベアリングというか、ハンドルも最初から入ってるし、まあ、要するにそういうところも細かいところもしっかり、やっぱハイエンド機種としていろいろ成り立ってるなって感じだけど、これね、もうハンドル完全にもう全然回らない。で、こういうところはチューニングしてあげればある程度化けるかなと思うので、その辺もね、また今後ちょっと動画でというか、やっていこうと思います。あとね、大きな違いなんですけれども、やっぱこっちはね、SVS なんですよ。遠心。SVS インフィニティがついてるんですけど、こっちはね、ブレーキ。で、19あるでもブレーキなんですよ。なんで、基本的にフィーリング多分変わると思うんですよね。ただ、やっぱり、ダイワ系のベイトフィネスリールって、基本的にマグネットじゃないですか。で、ダイワ系のベイトフィネスってやっぱすごいいいので、まあ、そういうところのね、違いとかもまあ分かればいいなと思っているんですけども、完璧に僕のフィーリングなので、使ってみてどう違いが出るのかってところをね、まあ、ちょっとでもこう伝わればなと思っております。はい、タックルなんですけど、ロッドね、ずっと使ってたカバーテクニカですね。でグラディエーターのレイドジャパンの、ね、グラディエーターテクニクスカバーテクニカです。68の M プラスってやつですね。かなり重たいもので、結局なんでこれにしようかと思ったのが、そのやっぱライトバーササイルとして使ってるので、基本的にベイトフィネスって用途の中ではかなりパワーがあるものですね。なのでそういう意図でもやっぱいいかな。あ、もう見た目はやばいな。超かっこいいやん。いいですね。ちょっとこの僕ロゴがあんま好きじゃないけど、まあ、それを変えなければ全然いい感じ。あ、ちなみにこれエクサイドドラグサウンドっていうのがついてる。これ、はい、これがついてる。まあ、これあんまいるのかな、ちょっとわかんないですけど、なんかエキサイティングなんで、まあ楽しめるんでしょうね。ちょっとわかんないけど、あんまドラグ活用することなかったんで、正直。まあ普通のベイトフィネスだったらね、ありだと思いますけど、どうしよっかな、ルアー。まあ最初ついてたらちょっとこれいきますか。線香のね、フリーリグちょっとセッティングしてたんで、これでいこうと思います。よし、じゃあ行きましょう。もうベイトフィネス1本でいいでしょう。よし、じゃあ行きます。はい、それではね、ちょっとやってまいりました。じゃあちょっとインプレしていこうと思います。ね、まず持った感じですね。やっぱりね、自重が12アルデバランとか19アルデバランとか、あの辺ってやっぱ軽いんですよ。重量で言ったらね、ちょっと待ってくださいね。
12アルデが145なんですよ。でこれ170あるんで重たいんですよ、まあ、要するに1オンス以内ぐらいの重たさがあります。ただ持ってる感じ、まあ、ロッドとのバランスとかもありますけど、とりあえずね全然不満はないです。片手で投げるにしても別にいけるし問題ないかなと思います。あとはまあ左ハンドルなんで僕が慣れてないところはちょっとご了承ください。でブレーキなんですけれども、そうですね、とりあえずこれマグネットなんでちょっと開けてみますか。怖いな、落としちゃいけんし。これ確か外れるやつなんで、ここのねオープンってとこやってもらって、多分横にずらすタイプかな、こうですね。はい、こんな感じになっておりますと。 1,2,3、3つですね、3つ入った状態、6個ですね。なんでもう2個とも抜いてます。抜いた状態です。僕も抜こうとは思ってたので、まあ別に OK かなと。で、ブレーキなんですけども、ダイヤル式でね変えるっていう感じですね。今1になってるんで硬いな、このダイヤル結構硬いな、意外とダイヤルが硬い。これ今マックス6です。6でちょっとどんな感じか、あーかなり効きますね、やっぱブレーキ、あのすごい初速でかなり持ってかれる感じはします。全部先行のフリーリグ 5g ですね。だからかなり重ためのセッティングにはなってるので、まあ、これはまあベイトフィネスというかライトなもの、まあ僕が持ってるのは19アンタレスとか、あの辺でも全然いけるセッティングではあるんですけれども、そういう感じもかなりブレーキがかかると、まあ、ちょっと飛ばしてみますか。あ、めちゃめちゃかかります。でもねいいっすよ、あの僕の12アルデバランの今のだったら多分ブレーキマックスでかけた状態だったらあんなに飛ばないですね。まあ、遠心とやっぱマグネットの違いがあるんで初速とかの関係は出てくると思いますけど、まあ、ちょっと緩めますか。6じゃきついな、やっぱり今のウェイトだったら。逆に1ぐらいにしてみようか。多分今の1ウェイトだったら多分1でも問題なさそうなんで、あ、いいっすね、めっちゃいい、めっちゃいい、全然飛ばせます、全く問題なしですね。ちょっと遠投してみましょうか。あ、バックラするけどめっちゃ飛ぶわいいっすね。今まあ 5g シンカーに先行ね、まあ、8かぐらいは多分あると思うんですよ。で今投げてても全く問題ないですね。これ食ったんじゃないか、しかも、うい、食った、よし、食ったよっしゃ、ニューコーンいきなりボールで食いましたわ。キョッキョッキョ、ちょっと慣れてないの巻きが大丈夫か、これサイズはそんなでかくないけど、お、まあまあいいんじゃないか、これネットネットネット、ふい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 、おいで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 、おお、今結構きついですねこれ、おお、はい、おいで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 、おい、入りました、オッケー、はい、まあこれはディール云々の話じゃないですね、まあ、アームが良かったとしか言いようがないけど、うい、1本目よし、流行2投目で入魂、3投目で入魂しましたね。はい、先行です。ちょっと左ハンドル慣れてないんで不格好ですけど、はい、 OK、 ナイス、ありがとう、返してあげようね、また遊んでください。うい、帰れるか、そっちじゃないよ、お、帰ったかな、よし、 OK あっさり入魂しましたわ、いいですねっていう感じですね。まあとりあえず今の感じだったら、あの投げて、なんて言うんだろう、投げた時のキャスト感っていう部分ではかなり遠投した時に、まあ、バックラします、やっぱりこれだけ重たくても。初速がどの程度だかちょっと分かんないですけど、グラムで言えば8グラムぐらいだと思うんで、まあ、先行とシンカー込みでね、ですけども、まあ、バックラしやすいかなと思います。なんでこの辺は調整しようが出てきますね。あとはまあ軽いルアー使ってっていう感じはあるけど、よし、入魂OK あ、嬉しい、普通に普通に嬉しいっすわ。まあ今ね、あそこの角に入れたかったんですけど、あ、いいよ、飛ぶわ、いい、いい感じ、いい感じ、 OKOK、 ちょっとラインが動くかな、若干。やっぱりスプールがその12アルデとかに比べて、もちろんあの改造してやれば別にあれだけどそうでないんであれば、これだけやっぱり軽いスプールが入っていることによって初速とか非常に伸びやすいので、こういうちょっと若干重ためのものを使っても全然いけるかなという感じはしますね。もちろんスプールが軽ければというか自重自体が軽いと感度が増したりとかそういうことはあるだろうけど、今パッと見やってる感じは別に今のね、さっきのあたりとか正直
もう食ってたんで、沈めた時に多分ホールで食ってたんで、それにちょっとロッドとかリールの存在はちょっと分かんないけど、まあ、今巻いてる感じも別にパワー巻きする感じはしないし、じゃあちょっとやっていきますか。まあ、例えばこういうちょっと小場所にサイドキャスト入れたりしても、ああいいな、めちゃくちゃいいわ。もちろん僕の使ってる 12R でとかってもうその中古で10年近く、僕が使ってる以上に中古で使ってた人も絶対いると思うので、正直これ食ってないか、またあ違うかやべ、フッキングがうまくいかやべえな、これ左ハンドルやっぱ慣れないと難しいわ。まあそのやっぱ 12R で使ってる人がいたので、まあ、そういうところの劣化は絶対あると思うんですね。もちろんメンテナンスは定期的にしてたんですけども、まあ、パーツの劣化だったりとか、まあ、そういう部分も含めてトータルしてもまあいろいろ問題はあるでしょうけど、だ今箱出しの状態なんで、これをベアリング変えてあげたりとかするとおそらく非常にまたいいんじゃないかなとは思います。まあ、ちょっとここ足場高いんで向こう行きますか。うん、もうこのぐらいの重さだったら、このぐらいのねキャストだったら多分レベル1にしてサミングしてピッチングみたいな感じの使い方、まあ基本的にベイトフィネスはそんな遠投することってあんまないじゃないですか。まあ、もちろんどんな釣りをするかにはよると思うし、この特にあの SLXBFS に関しては、まあ、渓流とかなんかそういうトラウト系で使う人も結構いるみたいなので、まあ、その辺のやっぱり使う用途の広さっていうのはあるけど、今のねこのバス釣りでするんであればこういうねピッチングで投げたりとか、ちょっとしたこうショートキャストするときっていうのはまあもうブレーキガラガラにしてあげて、サミングでコントロールしてあげれば全く問題ないですね。だからなんか 12R での例えば箱出しの状態がどんな感じだったのか正直僕も分かんないけど、今もう生産中止してるじゃないですか。だからその現存で中古で買うんであれば状態が良ければもしかしたらこれよりいいかもしれないけど、正直その辺に関してはやっぱこれだけね安い価格というか1万円台で、新しいエントリー機種みたいな感じで買えるベイトフィネスとしては非常にいいんじゃないかなと思います。しっかりサミングしてあげればブレーキ設定軽々でもいい感じの飛び感です。非常に、まあ、これがオイル変えたりとか、まあ、もっと調整してあげればもっと自分色に変えれることができるし、仕様にありですね。今この 8g ぐらいのものをキャストするんであれば非常に満足。はい、ではね、ちょっとタックルを変えていこう、タックルとかルアーを変えていこうと思います。まあ、線香のこの 8g ぐらいのものだったら問題なくいきます。まあ、12R でと比較するとかなりこっちの方が飛び感とか抜け感っていうのはいいなと思います。もちろん 19R でに比べると絶対落ちると思うし、その辺は足からだって感じです。シャットやりますか。はい、じゃあねルアーをちょっと変えてみました。レベルシャットですね。これ重さ 4.3g あります。なのでベイトフィネスキーというか普通のベイトリールだとちょっときついですよね。なんでこれですけどベイトフィネスだったらどうなのか、まあ 12R 使ってる時は非常に良かったと思います。じゃあちょっと投げてみようと思います。セッティングはね1のまま1、もうブレーキフルですね。あ、いいわ、真っ暗しないし、ちょっとサミングしましたけどね。で巻いていきます。左巻きが難しいな。スピニングはだいぶ慣れたんですけどね。あのね、巻き感に関してはやっぱあんま良くないです、正直ですよね。あのこうキャストするに関しては別に問題はないかなと。まあ、ただちょっとフルにするときついな。もうちょっとブレーキかけても良さそうだな。ブレーキが硬い、こんなもんなのかな。マグネットも最近使ってなかったですからね。ちょっと2ちょっとぐらいにしました。あ、これバックラ直すのも左巻きになると難しいな。巻き感なんですけれども、やっぱりね 12R での方が非常に滑らかです。多分 12R では多分ベアリングがハンドルに入ってるからだと思うので、正直その辺はねどう進化するのか非常に気になるところではありますね。で正直当時僕、まあ、15メタニウム DC とか使ってた頃ですよね。マイクロモジュールが搭載されてるやつが、まあ、世として島の機種では大体入ってたよみたいな時期に結構リール買ってたんですけれども、でその時に 12R を使った時にむちゃくちゃ巻き心地良かったんですよ。滑らかだなこのリールみたいな、別にマイクロモジュール入ってないしみたいな。それって多分ベアリングなんですよね、ハンドルの。それでかなりね滑らかさとかヌメヌメ感っていうのは結構かなり強くなると思うので、うん、なるほどね。とりあえず巻いてる感じ、巻き感っていうのは正直もうぶっちゃけちゃうと、シマノとかダイワとかから出てないやつあるじゃないですか。要するにめちゃくちゃ安いやつ、
まあ、要するにもうブッシュで、あのベアリングじゃなくてここにブッシュっていうのが入ってるんですけど、ベアリング両方入ってないブッシュタイプのものと変わらないです、あんまり。かなり重たい、まあ、もちろん XG っていうギア比っていうのも問題あるんですけど、そこに加えてこのやっぱりハンドルにベアリング入ってないのは相当きついなと思います。これはまあ改善の余地が非常に強いかなと。ただまあ別にその使う用途としてベイトフィネスを巻物で製造使うことないよっていう人多分もう絶対いると思うので、てか根がかるな、ちょっとシャットがあんま良くないな。なのでそういう方も絶対おられると思うんですよ。そうなってくると正直別に巻きいらないよって人はめっと問題ないと思います。正直僕も 12RD に関してはまあシャットとか使うけど、基本的にはまあ内物とかあの底物でちょっと軽いものするとかそういう用途で使ったので、で今ねブレークセッティング2にしてるけどめちゃくちゃいいです。バックラ全然しない。巻き心地っていう部分に関してはやっぱ12RD の方が圧倒的にいいですね。でもちろん19もそうかね、19も多分両方入ってると思うんですよね、まあ、ある程度ハイエンドになると大体入ってるので、そういう機種に関しては正直ちょっと重たさ、重たい感じっていうのはギア比だけじゃなくて多分その硬さっていうのはベアリングで出てるんじゃないかなとは思いますね。巻きで使いたいっていう人はその辺チューンしてあげる必要があるし、そうでなければ別にね短距離であの、まあ、巻き合わせするとかそういうのもそんなないと思うし、正直近距離でね合わせたらあとはロッドと、その糸吹けだけ取れれば、まあ、別に問題ないよっていう人はこのセッティングのままでも使えるかなと思います。ただ今シャットとしばらく投げてますけどむちゃくちゃいいですね。あ、バックラした。ちょっとしたこのコントロールはいるかもしれないけど、これはまあ PE 下巻いてあげたりするともう少しあの比重がね軽くなってより飛びやすくなるし、ナイロン巻いてもいいと思うし、まあいろんな使い方ができるとは思うので、やべえなマジ僕初心者みたいなバッスリ始めましたみたいな巻き方になってますけどこれが利き腕と違うの差なのか。あ、もうウィード拾うわ、ダメですね。はい、ということで、まあ、シャットをやってきたんですけど、結局飛距離に関してはあの、まあ、そんなね正直リール自体の性能がその飛ばすようなものではないので、まあ、あんま変わらないかなと思います。ただ、まあ、もちろんベアリングだったりとかで19とかになると中にボールベアリング入ってたりするので、そうなってくるともっと伸び感っていうのは変わってくると思います。ただ 12RD とかと比べると、まあ、そんなに変わりはないかなと、まあ、飛距離出したいんであればもうスピニングでこういうのやってあげた方が確実にいいと思います。なんですけど、まあ、近距離ねこういう例えば手前のところにちょっと投げたいよって時にこういう感じにね使ってあげるんであれば手返しは非常にいいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあちょっとルアー変えていきましょうか。はい、じゃあね沈み虫 2.2 ですね、脳進化状態でいこうと思います。これ重さがどれぐらいかな、ちょっと調べよう。はい、 2.2 はね約 5g です。さっきのシャットに比べるとあのまあワーム形状としてね結構違うのでその辺の差は出てくるかなと思うけど、 2.2 は単体で 5g になります。じゃあこれちょっと飛ばしていこうと思います。よう飛ぶわめちゃくちゃ飛びますわ、全く問題ない。いいですね、沈み虫使えるのは非常にありがたい。あとパーミングね、パーミングのしやすさがすごい、12R でもまあ良かったんです。小型なんでこれよりしっかりパーミングしやすい。僕手めちゃくちゃちっちゃいんで、もう女性ぐらいの手の大きさなんですよ。なんであの皆さんやられてるこういう分かります、中指でこうハンドル片手で回すっていうのができないぐらいちっちゃいんで、短いかな言ってしまえば。なのでそのパーミング感でいうとちっちゃい人でもしっかりこうね指をフィットさせることができる、この形状っていうのは非常にいいですね。まあ、例えばなんか近距離でそのラバー打ってシェイクするとかなっても、ここの人差し指をこのスプールのカップのところにつけれるっていうのは非常にいいんじゃないかなと思います。でもまあ初速の伸びっていうところに関しては正直ねあんまりそんなすごいいいわけではないですね、今やってる感じ。この 5.5 とかのやっぱ沈み虫結構僕ウェイトフィネスでよく使ってたんですけど、この感覚を見る感じだとそのなんて言うんだろう、ブレーキ今もうちょっと緩めてもいいけど 12RD の方がやっぱり抜けっていうのは非常に良かったかもしれないですね。なのでそういう部分に関してはまあどうなのかなってところは正直あるかなと思います。あとはまあ竿のセッティングとかもありますね。もちろんもう少し細い8ポンドとか6ポンド組んであげればもっと違うけど、10ポンドだと若干ちょっと重たい初速感はありますね。いやちょっと今使ってみたんですけど、まあ最初ねあのフリーリグとかちょっと8グラムとかねシャットとかやったけど、沈み虫を使って分かったことは正直ねやっぱりこの安さゆえの抜け感ってところはあんま微妙かもしれんですね。中のベアリングカスタムしたりとかするのもまあ手かなと、コスパがいいっていうなってくるのはどうなんかなって話だけど、まあ僕デザインめっちゃかっこいいなと思うんでまあありかなと思いますけど、
そうですね、ピッチングに関してはまあ竿のね硬いんでちょっとやりにくいかなと思います。皆さんもしお持ちのベイトフィネスロッド買うんであれば、まあ、ライトとかミディアムライトとかぐらいを使ってあげるともう少し竿の反動でしっかりね輪を送り込んであげれると思うけど、今僕のこのセッティングで言うとちょっとピッチングがやりにくいかなと思いますね、正直。こういうねキャスト、これちょっとしたキャストだったら、まあ、まだ全然いいけど、まあ、初速の多分出の違いだと思うんですけどね。これが正直12Rでとか、他のね大和機種とかも使ったことありますけど、まあ抜群にいいんですよね。そこがね結構微妙かもしれないです、そうなると正直言うとね。あ、そうそう、これぐらいのねちょっと中距離のねキャストとか決めたいんであればバッチリだと思います。今のねもしその例えば普通のバーサタイルリールでやると飛ばないですよね、あそこまで。はい、じゃあ次はねネコリグですね。トルキストレートに 0.45 ぐらいのネイルシンカー売ってるやつですね。これがどんな感じか、セッティングはもう1のままです。あ、飛ばんわマジか。え、これ個体差がある、ちょっとなんか僕これしくったかな。まあアクションはまあいいにして、キャストですよね問題は。まあまあ行くのは行くけど、あれマジちょっとこれ12Rでのがこういうキャストはいいかもしれん。ラインキャパもう少し減らせばいいのか、ちょっとあのもしこうしたらいいとかあるのがコメントいただけると嬉しいです。思った以上にラインが出ないぞ、失敗したこれあ、いやでもいいっすね、要は多分慣れだと思うので、あのぐらいの距離感でしっかりサイドキャストに投げれるんだったら問題ないですね。問題ピッチングですよね。あー、ちょっと弾道が低いわ。これ以上緩めんよね。メカニカルか。いや、メカニカルも、これは完全にやりすぎだわな。うん、キャストするのはね、別にいいんですよ。まあ、バックラしたけど。ピッチングが予測以上伸びない。おっと、これは、失敗したか？そう考えたら、12Rですげえいいんだな、やっぱり。もう、ちょっとこれは、なんか初速が伸びないぞ。こんなもんなんですか、あの SLX 使ってる方。今多分2グ3グラムいかないぐらいだと思うんですけど、この使ってるあノーシンカになってるのか今。あれ、まあノーシンカってこんなもんか。うん、まあまあでもいけますね。やっぱ結構使ってた感じなんですけど、12Rでとかの方が初速の伸びはねやっぱいいですね。別にあのチューンしてないですから僕、純正のままなんですよ。まあ、メンテナンスはしてお湯入れ替えたりとかしてますけど、まあ、その辺ちょっとやってあげるとまた変わるのかなと思うんですけど、今その箱出しというか状態ですよね。でやってやると、うん、なんか初速の感じはやっぱ12の方がいいですね。もちろんその使い慣れてきたりとかこう馴染んできたりしたこともあると思うし、遠心ブレーキとマグネットなんでそういう差はあると思いますけど、なるほどね。特性のあるねちょっと竿なんで、もしかしたら 12R での方が合うかもしれないですね、そうなってくると。もしあの 12R で使ってる方とか、この SLSQ BFS 使っててちょっとここ気になるなみたいなポイントがあったら、ちょっとコメントで教えていただけると嬉しいですねインプレとかっていうのは僕がなんか相談しますけど、まあそういうのもね僕のチャンネルの醍醐味だと思うので、僕があの知らないことを皆さんに教えてもらうこともね多々あるんでね。はい、ではね今回はこちら SLX BFS をちょっとインプレ簡単にしていきました。これちょっとまあ箱出しの状態というか、正直あの譲り受けたものなので何とも言えないんですけれども、初速とかに比べて 12R で僕が使ってた分と比べると、もちろんねちょっと重ためのもの、最初は線香で釣った魚とかもあるんですけど、あの時のその飛び感というか、まあライトバーサタイルみたいな使えるっていう、まあいう風に言われてたんですけど、まあ、そういう感じの使い方とするにすれば非常にいいんじゃないかなと思っております。まあそれに関しては別に問題ないんですけど、まあ、例えば今これノーシンカーなんですけど、まあ、今までね 12R だったらこのノーシンカーの例えばウィップクローラーとかこういうトルキストレートとか、まあ、そういうストレート系も、まあ、割とね近距離だったらキャスト決まってたんですよ。だけどこれだとね初速が追いついてないので、ブレーキ今しかも1ですからね、何もしてない状態で、しかも中のブレーキのも1個ずつ
外した状態なんでブレーキが弱まってるはずなんですよ。でその状態でこれちょっと浮いてしまうので、今このねオーバーハングというかこの木のところにねふわっと乗っちゃったりするので低弾道のキャストがうまくいかなかったんですよね。なんで正直もう結論から言ってしまうと、やっぱりねこうベイトフィネスってライトなもの、まあ、例えばスティーズエアーとかああいう系もまあ触らせてもらったことあるけど、もう3グラムクラスなんですけどめちゃめちゃ決まるんですよキャストが。だからリール自体がしっかり仕事をしてくれて竿と乗せていってくれる。でもちろんね僕竿カジカジのものを使ってるんで、これがミディアムとかミディアムライトとかになればまた変わって話は変わってくると思うけど、そのやっぱり初速感っていうのは12アルデの方が僕個人的に非常に、あ今こんな感じねという感じでね、ファッと見ちゃうんですよ。なんでそんな感じでなっちゃうのがまあ結構あるかなと。なんですけれどもやっぱちょっとね今の感覚これに乗り換えて、あもうこれ最高だわみたいな、これ今求めてたものっていうとちょっと違うかなと個人的には思ってます。いやこれ別にこれが悪いわけではないし、もしかしてその普通の今、例えばベイトリール1本とスピニングリール1本持っててベイトフィネスちょっとやりたいなみたいな感じのね、ただそのベイトリールが基本的にもう軽いものは投げれないよっていうんであればその隙間をね埋めてくれるものだけど、ベイトフィネスというカテゴリーに入れるってなるとちょっと違うかなと個人的には思ってます。軽いものは投げれますよもちろんね、さっき沈む虫とかやったし、ああいうのも全然投げることはできるけど、それがギリギリです。なのでそれ以上求めるこうショートピッチのキャストとかやるんであれば、まあ、これも投げれるんですよ全然。ただやっぱり初速の加減というのがコントロールが非常に難しいなと思うので、その辺をね少しでもこう参考していただければなと思います。なのである程度ベイトフィネスをやられてて、ちょっと安いからね1個欲しいなっていう人は強めの、言ってもベイトリールのちょっと弱めみたいなイメージ、僕の勝手なあれですよ、ベイトリールのちょっと弱めなイメージだなっていう感じをね非常に受けました。なので、まあ、僕全然これ多分使っていけるし使っていこうと思いますけど、あとねチューニングしたりとかベアリング入れたりとか中もちょっといじってみたりとかオイル差し直したりとかするとまた変わってくると思うので、基本的にこのモデルとか形とかもいいし、このパーミングというかちょっと指添えれるところとか、まあ、そういうトータル部分に加えては非常に僕も満足してるんですけれども、ちょっとねやっぱベイトフィネスっていう括りで他のとお持ちであって買ってしまうとちょっと失敗するかなと思うような感じは正直あります。これももう包み隠さずというか別のかシマノの回し物でもないので、なのでそこを配慮した上でじゃあもっとベイトフィネスがやりたいとか軽いものも投げたいよってなるんだったら19アルデバランカを使っていただいた方がまあ問題はないかなとは思います。ちょっともちろん高いですけどね、安く済ませたいんであればまあもうちょっと金出してアルファセアとかああいうのを言った方がいいんじゃないかなと、じゃなくてちょっと別の軽めのものが投げられたらいいよと、でもうちょっとその例えばさっきの沈み虫とか使いたいんであればもうスピニングでやってしまった方が個人的にはいいよっていうんであれば、これをね導入するのも全然ありかなと、隙間を埋めれるのでそういうまあ意図で使っていただけるのがいいのかなと思います。はい、まあ、あとは僕も左巻きに慣れてなかったりそのロッドとかリールのバランスとかやっぱ変わってくるのでそれでちょっとまあうまくいってないのかなっていうのは正直あるところではあるので、まあ、今ね投げてても別に悪くはないので、はい、っていう感じなのでその求めてるものからどういうものなのかっていうところね皆さん判断していただいてこれは手にしていただくのがいいかなと思います。すごいもやっとしたインプレになってしまったな。まあでもね普通にかっこいいし僕見た目は完全にこっちの方が好きなんでこのまま行きたいなと思うし、12アルでもまたちょっとチューンしたりとかして遊んでみてもいいかなと思うし、まあ、ちょっと調子悪かったりしたんでね、まあ、そういう使い方をしてあげるのがまあいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、この辺ちょっとねちょっといじってみたりとか個体差とかもあると思うんでまたね続報というか、使ってみてやってみようと思います。これが別に悪いわけではないし僕もちょっといろいろね触ってみたいところであるのでぜひ参考になれば嬉しいです。はい、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。